この人なれ式戦車は、2010年に、正式採用されました。で、3名の乗員で、この車を動かしています。で、それぞれの役割なんですが、社長この人が一番偉いです。この車の責任者で、各指揮をする方ですね。操縦士に右行け左行けで、砲手に、あそこに戦車がいるから敵の戦車がいるからそれを撃て、そういう役割をする一番偉い人です。次、砲手については、敵戦車を見つけ速やかに射撃をする、戦車を撃破する役割を行っております。操縦手は、まあ、運転手ですね。あらゆる地形を速やかに、通過できるように、訓練されています。それでは、今からですね、戦車の乗り方で、各人丸式戦車の、ね、機能を少し、紹介した後、次、乗員が戦車どうやって降りるのかというのをご覧いただきたいと思います。それでは、始めます。先頭、よし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 、社長はですね、乗る前に、戦車の車両のね、異常の有無を確認していたり、しています。で、各乗員については速やかに乗り込んで、すぐに、戦闘態勢が取れるようしています。それではですね、今からちょっとエンジンをかけて、動きが入りますので、絶対にロープの内側には入らないでください。お願いいたします。先頭、よーい、先頭、よーい、発進。戦車を先頭に先立ち、直ちに戦闘行動ができるよう必要な機能を点検します。やめて、始め。風が吹いてる。
15分間。